こんにちは。おいしいものが食べたい、よしです。今日はね、スーパーでなぜかね、キノコがめちゃめちゃ安売りしてたんですよ。で、大量にちょっと買ってきたんですけどもね。今日はね、キノコの味噌バター炒めというのをやっていきましょう。ほんなら、いこうやか。はい、材料ですね。キノコ、今はえのき、エリンギ、それからぶなしめじ、それとしいたけですね。あとはね、味噌を使います。それとバターですね、醤油からみりん、はい。ではね、材料の方を切っていきたいと思います。まずえのきなんですが、この、石突きの方をねドンと落としてください。で、よいしょ、こうあるんですけども、こんなにいらないですね。今日半分だけ使いましょうか。えのきなんですけども、こう石突きを落とした勢いでこっちからこう行きたいじゃないですか。で、本当はねこっちから行った方がいいんですよ。そうすると、最後までねバラバラにならずに、まとまって切れますんでね。で、この部分は、もったいないですからね、これ捨てちゃったら、ちょっと歯ごたえが残るように粗めにねほぐしてあげます。もっともっと細かく、ほぐしてしまいたいときはね、こっちから竹串とか 2,3 本、こうグッと刺してこうなんていうんですかね、串で解くようにしてやるとね、もっとバラバラ細かくできますんでね。細かくしたいときはその方が全然早いですよ。今日はねちょっと歯ごたえが欲しいのでね、大きめに切ります。はい、続きまして、ぶなしめじですね。ぶなしめじはねこんな風に石突きがついています。ここの部分はねおがくずが入ってますんでね、やはり口当たりが非常に悪くなりますので、ここを先に取るんですけどもね、まず最初に2つに割っちゃいましょう。そうするとこれ取りやすいですからね。はい、あとは適当に手でほぐします。はい、次はねエリンギです。エリンギはねこの繊維を残してやるとすごく歯ごたえがいいんですね。これだとちょっと長すぎますから、半分に切ってそれを一度半分にします。こちらもね。そしてこれはね手で裂いた方が美味しいですね。はい、そして、最後に椎茸ですね。ああ、すごい立派な椎茸ですね、これね。3つぐらい入れていきましょうか。はい、まずね、この、椎茸の軸、は取っちゃって、ここのね先っぽのところが石突きで、ちょっと食べられないぐらい硬いです。これはやめておきましょう。この軸もね今日使っていきます。不思議なんですが、椎茸っていつもこの傘の部分を食べるじゃないですか。キノコってほとんどが軸の部分を食べるんですよね。マッシュルームもね こっちの部分なんですけど、例えば松茸にしてもそうですし、えのきだけもそうですね、エリンギもそうですよね。ほとんどがこちらよりも軸の方が食べる機会多いんですよね。今日はしっかりとこれも食べていきましょう。
はい、よくねあの椎茸の飾り切りとかありますけど、ちょっとこれ一つやってみましょうか。こんな感じでね、ぐっとこう、一直線にこう入れることがコツですね。こうあのギコギコギコってやってしまうと、ここがあの切った部分がねあの汚らしくなってしまうので、一気にこうスッとこう入れてやると、こうやってきれいにできますね。はい、今日はねそういうふうにあんまり使わないので、切っちゃいましょう。はい、じゃあ材料の切り出しは以上ですね。はい、ではね、続きまして、調味料の方を測っていきましょう。今味噌がこれ 30g 入っています。みりんが、いいよ、みりん30でいきましょうか。あ、30じゃない、15ですね、これね、大さじ1杯です。醤油は大さじ2分の1杯。はい、これをねよく溶いていきます。ここへね砂糖を入れようかどうか迷ってるんですけど、ちょっと味見てから決めましょうかね。炒めてる途中で味を見てそれで決めましょう。はい、ではねこちらで調味料も出来上がりました。ちょっと肝心なバター忘れてましたね。バターはね結構たっぷり使いましょう。20g 程度ね、使っていきたいと思います。でもこれでね 20g あると思いますよ。はい、ねこちらバターが入っています。まだこれ火つけてないですね。バターを扱うときはあの必ず、火がついていない状態で入れた方がいいですね。あのフライパンを空焼きしてしまうとこれ一気にあのバター焦げてしまいますんでね、バター焦げちゃうとまたちょっと、ちょっと風味が落ちてしまうんでね、わざとバター焦がす料理もあるんですけども、今日のはね、焦がさない方が美味しいですね。はい、まだね全部溶けきらない状態で大丈夫です。火の通りにくそうなものから先に入れていきましょうか。これがちょっとね火が通らなさそうなんですよね。そもそもこの飾り切りってのはあの火の通りを良くするためにするんですけどもね。あ、また材料説明してなかったですけどね、唐辛子入れた方が美味しいような気がしますね。ちょっと輪切りの唐辛子を少し入れていきます。こんなにたくさんあるのに調味料の量ってあんな少しでいいのって多分見てる方思うんじゃないかな。これ実はね傘がぐっと沈みますんでね、多分あれぐらいで大丈夫だと思いますよ。問題はやっぱり甘みですよね。はい、ではね、タレの方を入れていきますね。ちょっと味見してみましょう。うん、酒のつまみならねこれでバッチリです。ご飯のおかずだとねもうちょっと甘い方がいいかな。ちょっと砂糖追加しましょうか。
はい、大さじにね半分だけ砂糖入れました。ちょっとね、後で調味料入れちゃったんで、味が馴染むまでね、少し炒めていきましょう。はい、ではね、これで完成です。盛り付けに行きましょう。はい、ではね、盛り付けていきましょうか。大葉がねあったんで、1枚ちょっと、彩りでね敷いておきましょう。はい、ではこちらを、はい、せっかくの飾り切りですからね、一番上に置いてあげましょうか。きのこの味噌バター炒め完成です。はい、じゃあね、早速食べてみますよ。いただきます。めちゃめちゃうめえでかんわこれ。もう歯ごたえといいね、この味噌がほんのちょっとフライパンの中で焦げてるのかな、そのちょっと香ばしい、味噌の風味とかね、バターがもうすごく効いてるんですよこれ。あーうめえなこれ。これね、エリンギの歯ごたえ最高なんですよ。飾り切りのね、椎茸。美味しいもの食べてる時って本当に幸せですよね。マヨネーズって合うんでしょうかね。マヨネーズってこの料理にかけるためにあるんじゃないのっていうぐらいめちゃくちゃ美味しい。あ、すごいなこれ。美味しかった。マヨネーズね、これめちゃくちゃうまいですね。最初からビリッとこうどっか絞っといた方がいいですねこれね。キノコ嫌いな人ごめんなさいね、ちょっと見てて気持ち悪かったと思うんですけどね、キノコ嫌いな人って結構多いんですよね。僕の身の回りにもね、椎茸ダメとかね、そういう方多いんですけども、これからね、まだまだクソ暑い日が続いてますけどもね、まもなくキノコの美味しいシーズンがね、来月あたりにはやってくると思います。
これねぜひ作ってみてください。このタレがもう最高にうまいですからね。今日は僕砂糖を追加してご飯に向くようなね、味付けにしましたが、酒飲みはねあれ砂糖入れない方がいいかもしれないですね。大さじ2分の1杯の砂糖でね、お酒派ご飯派って分かれるぐらい味がはっきり変わりますんでね。はい、いいなと思っていただけましたらぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。